inches now. How can you hurry by? ね、上げて俺がいるからお前、いやどうにかなってんだよ。何言ってんの、ほとんど一人だろお前。バカなこと言わないでよ。昨日さ、うん、あらあこわ、ボンタさん間違えちゃったかな、かっちょいいちょっとゴンタ階段があったちょっと、どうあり、あり、いや、ありあり、あの、すいません、あの、いや、兄貴って呼んでいいですか。いや、呼んだらあかんねん、呼んだらあかんねん。あ、素人は向こう行ってバカ野郎、おじきでも呼んでくれよ。バカ野郎、おめえみたいな女に俺らの気持ちが分かる、兄貴。バカ野郎、やろ帰れ、てめえ。素人は向こう行きなさい、しかし、さんまがバー開いたからって来てみたか。ほら、このストレート、この直球を見たか、この野郎。昭和20年か30年頃のバスへのゲーマー例えがうまい、兄貴の言う、バスへの間違いが一個もない、ね、バスへのゲーバーみたいなってね、焦らないもんね、バスへのゲーバーかと言わないもん、いやそうよ、お前なんか横、あんたこっち兄貴、いや兄貴じゃないのよ、何よ、あのね、あんた構わないで何してんのよ、もうカクテル、カクテル俺は最近はね、はい、焼酎かね、焼酎だよ、ワインだから両方出してよ焼酎にワイン割っちゃダメだよ、カーリバンク飲むからああお湯のボッと持ってこっち見るんじゃないよ、なんかアホみたいに言うって書いてあるもんだからさいやあんまりこの子水入れるバカいないじゃないバカじゃないかあんたがしかしあいだね何て言うんだろう、あいやママよママよ何よちょっと今作ってんだから こうやってよ、こっちから見んだろ、もう店の雰囲気違っちゃうな、違った、なんだおい、これはいいな、やっぱいくつになってもかっこいいですわね、案内の仕方が悪いんだよ、はいな、こんなバーだとは思わなかったからすいませんだ俺さんまと北野君に気使ってこんな背広なんかしてたおい、そうだ今聞いたか、お前は単なるさんまだぞ俺は君がついてる、北野君そら隠したやん全然違うだろ、そら隠したやん、くんは北野くん、アホの子扱いやんお前はさんまじゃねえか、バカ野郎親しいそれだけ親しみがあるやん、バカ野郎、何言ってやんだよ、何ってこっちは何言ってやがんのよ、このバカね、あんたも本当にごめんなさいね、文太さん、ああいうのが来てるもんで、でも本当にかっどうしてもあれだな、女の話し方にはならねえな。やだもう。抱いてみる、抱いてみる。おかまの話し方だよ。当たり前じゃないの、もう。もうやだ、文太だったらもう上空を。お前は散々他の客だったら散々クソ店でけなすくせに、今ので上空をかくやろ。いやー、本当に、おいくつに。おなり遊ばせましたおなって遊んでどうすんだよ何口出さないでよ、おなって遊んでバカだよ、新人の頃映画にちょい役で出してもらったのよ、本当本当よ、ドラクエの食堂のお姉ちゃん、俺の年はいいけど3枚いくつになったんだ、あの僕、いや僕じゃなんでお前直立不動なんだよお前兵隊かお前はこんなヘルメットドイツ軍以来はないやあの42歳にならしていただきました、まだ若いな、それじゃな、いやでも初めてお会いした時は26だったんで、空港だったんだろ、そうあんた何で知ってんのそんな話は100回以上聞いてるもん空港だって文太さんって言って顔を見たら文太さんが来てさんまちゃんちょっとサインしてくれなんて、そううるさくてうるさくて、前これは嬉しかったな、文太さんに私とチャギアンダスク覚えてらっしゃいます、空港で、あ日本航空に文句言ってらっしゃる時です、いや空港であったの空港であったの覚えてるよ、はい、日本空港に文句したの、あそれがまたかっこかったのよ、なんだって、あのキャンセル待ちかどうかそのはっきりしてくれな困るけんとか言ったモノマネそれは何だモノマネのか違う雰囲気伝えてんのよ、ほいで私とチャゲアンダスクが行って言ってたか、言ってたんですよ、ほんでかっこいいな普段持っててサインもらおうと、ここから聞きなさい、はい、サインくださいって言ったら文太さん、うん、わしの方が欲しいくらいじゃこれよ、これ映画の主人公だろって言われたこんなのこんなのからそんなこと言わないと、いやーねー、やクレッシュ死になっちゃってるじゃんいけない、いやでもそうなのよ、本当にあんたうるさいわ、普段の文太さん知らないからよ、で出てないのか、出たことないのか、誰、
北野くんの映画使わないのよ、あの北野貧乏症だからさ。俺の映画はセリフがないんだから、おめえ使ったらセリフがないだろ、2秒で死んでしまうでしょやるカメラ回って2秒も黙ってられないんだから使いなさいよ。夏の油で見て言われてるお前でででうるさいんだからダメなんだ、黙った演技はできないんだ。いやできるわよ、試してみなさいよ。だってあれだ、兄貴がな、うん、こうな、あのある程度な広島から上がってきてな、相手誰だったかな、梅宮さんたちとな、こうある時あるんだけど、二人こう黙ってるシーンだけでもな絵になるんだよ。そう、喋っちゃ喋んなくたっていい時はね、役者は喋んなくていいの。そうそう、それで持つんだから。持つのよ。持つ。あの小林旭さんと最後の刑務所のシーンなんてね、かっこよくスリッパ履いて、あ、覚えてらっしゃいます？覚えてる。わしらの時代ももう終わりちゃうこれだ私ね、ここでも夜桜禁止と言われてたんですよ言われるかもね言わしてたの、言わしてたの。覚えてらっしゃいます、夜桜禁止、津川さんの最後のねセリフ、なんでお前らこんなことやったんや。夜桜の銀次という極道がおりおりましてな、トン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 、これよね、忘れた。出してくれるか。あ、もちろん。あんた出してあげなさいよ。俺はもうバンと。でもセリフはあんまりないんでよろしくございます、息子さん。いや、セリフなんてのは少ない方がいいんだって。大体分かってないこいつは、役者ってのはね、セリフを喋るからね、演技だと思って。日本映画喋りすぎだな。日本映画喋りすぎなんだよ、うん、我々の時代のまでそうだよな、うん、日本のバラエティは喋りすぎてもいいんだよ日本のバラエティはなバラエティはお前ね喋ってもうるさい。バラエティも、はい、あまり喋んないバラエティ作ってったら面白いんじゃないか。いや、私嫌だそんなのいや、そんなの嫌です私は。さんまがじと10分ぐらい喋んないでいるバラエティなんて思います。そんなの嫌です。それ番組当たったって私嫌です。できるから。これやっぱりこうね、喋りながら。いや、それはもう癖になってるんだよ。人はだ病気。習慣になってるんだ、喋ること。こいつの人生自転車みたいなもんだから、こがないと倒れちゃうんですよ。それも一輪車なんですよ。それうまいじゃない。思ってない。でも今だからあれですね、今は相当映画とかいうのはもう相当もう選ぶようになっちゃったんです。わりかし、いや、そんなことないよ。わりかしフリーに出るんですか、映画とか。そういうのもう出る、出るっていうより、うん、面白いもんだな、結局やっぱりそうだよね。だから、ね、いろんなの来るけど、最近はつまんないのが多いから、はい、ヤクザ映画まがいが、はい、ねえ、で、よく来るんだよな。そりゃそうでしょうね。なんかあまりそういうのとらわれな、とらわれたくないから。お飲みに帰ってるんですか。いや、もう最近はあんまり行かん。あんまり銀座のとかも、うん、時々銀座に行かれるんですか、飲むとなると。いや、銀座はもうすか、うん、どこが今お飲みでいらっしゃるのかしら。なんで飲みとか言ってこういうとこじゃないでしょ。一応料理が出るとこちょこんと。いや、それも、うん、やっぱりお姉ちゃんいてルーズソックス履いたりしてるとこ行かないの。バカ野郎行かないよ。もう卒業したらそれは。兄貴、プリクラは撮ったことないよ。プリクラもないですか。ない決まってるじゃないか。聞いてみたいじゃん。もしかしたら、うん、撮るよって言ったら面白いなと思ったんだ。撮ったことあるとしたら大変だろうか、ね、それいただきたいよ。何を考えてこう女装してこういう場を開こうというのはどういう多少その件はあるのか。いや、そうないんですけども、いやだ文太さんったら、さすがジョークキングお前何を考えてるんだ、こうしてるんだお前もやすいません、ショーハーがこんなもんです、すいません、ね、もうそんなにテレビ番組の最初に聞かれると恥ずかしいもんでございますわ、ねえ、何考えてるんだ